回は禁断のセルフゲスト形式というわけで、ゲストとして0歳からの幼馴染瀬子くんを呼んでお話ししたいと思います。で、書きたい字は団子大家族。これはクラナドというアニメの、まあ、エンディングテーマのタイトルなんですけれども、クラナドが大好きということで今日はその話がしたいと伺ってますので繋いでいきたいと思います。あー、こんばんは。バイスー。いやー、ちょっと電話するの初めてだね。いや、ほんとね。まさかこの形式で実現するとは思わなかったけど。それは本当にそう。まあちょっと成立するかどうかっていうのもね、試しつつやりたいなと思っております。はい。ちょっとじゃあ軽く自己紹介してくれる？はい。俺の名前は瀬子です。で、チャコによって作り出されたもう一人のチャコ先生です。まあまあまあ、なんか変な感じするけどね。これめっちゃ撮影大変だからね。一人で本当にずっと喋ってる感じだけど。まあ多分ね、聞いてるとそうは多分感じないんじゃないかなと思うんだけど。まあピンとこない方は概要欄ご覧ください。はい。あ、もう早速書いてくんだ。いやいやいや、書いてくよ、書いてくよ。いつも通りだから。なるほど。ちょっとなんでこれを選んだのかっていうのを説明してもらっていいですか？はい。待ってました。あのですね、これもともと原作は、泣きゲーで有名なキーっていう会社が作っているゲームなんですけど、18禁とかそういうのではなくて、もうとにかく人生と言われている、クラナドは人生という名言がね、2チャンネルで発生するくらい、もうとにかく俺の人生をすごい揺らがしてくれたアニメなわけよ。しょっぱなから熱いね。でもクラナドって多分10年ぐらい前だよね。2009年とかのアニメじゃない？いや、確かにそれぐらい。え、なんで今なの？このタイミングなの？前、チャコがさ、ジョジョの動画を出してたじゃん。そこで、死ぬほどクラナドの話をしてたでしょ。はいはいはい。ブチャラティの声優さんが、中村雄一なんだけど、その、中村雄一が、クラナドの主人公の岡崎智也っていう、で、その話から脱線して、クラナド話をめっちゃしてて、で、それ聞いてすっげー懐かしくなって、で、クラナドをまた一気見したんだわ、俺が。で、そしたらもうなんか語りたい欲が出てきちゃって、ちょっとこの動画撮りたいなってなったわけ。あ、そういうことね。私のあの動画のせいで語りたい気持ちが高揚したと。いや、そうだよ。だからチャコのせい。いやいや、まあいいけどさ。まあクラナドっていうと、かの有名な京都アニメーションの、透き通る夢を見ていた柔らかい永遠。瀬子くん、うるさいよ。風のようなかすかな声が、高い空から僕を呼んでいる。うるさいよ。ちょっと静かにして。何急に歌わないで。いや、楽しくなっちゃってね。今のあれでしょ、メグメルね。クラナドの一期のオープニングね。そうなのよ。これめっちゃいい曲でさ、まあ思い出補正抜いたとしてもめっちゃいい曲だと思うわけ。っていうかね、俺、最初全くね、クラナド興味なかったのよ。そうなんだ。え、そう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 。てか、むしろこう苦手だった方なの。え？あ、そうなの？そう。てか、なんかそもそも知ったのは、放送されてからしばらく経った後、多分2、3年後に、もっと後かな、に知ってネットでね。で、さっき言ったんだけど、2チャンネルのかの有名な言葉で、クラナドは人生、っていうのがあるくらい、まあ、すごい作品だから、とにかく騙されたと思ってみろみたいに書いてあったわけよ、ネットにね。まあ、それを鵜呑みにしたのが始まりっていう感じ。なるほど。あそこからあなたのクラナド人生が始まったわけね。そうそう。わかった。ちょっとさ、今日6文字あるから、まずだから言っていいですか？あ、もう、あ、ごめん。で、瀬子、ちょっと伝えてなかったんだけど、あなたはね、ちょっと縛りを与えます。何の話？瀬子は私なわけで、まあ、あなたの字はとても上手なわけよ。はあ。上手な人が普通に練習しても、まあ、つまんないなっていうことで、まあ、瀬子にはなんかハンデを与えようと思いまして、今日のハンデはこちらです。は？じゃーん。上下逆さま。え、なになになに？今日書きたい字は団子大家族でしょ？うん。この6文字をそれぞれ、上下逆さまにあなたは書いてほしいと。無理、無理じゃね？それなんか、お前がお手本書いてくれる意味ある？え、でもそこは瀬子さんパワーで、いろんなハンデを背負っても、綺麗に書けるよというところも見せてほしいわけよ。どうぞ。え、解説とかないの？ないよ。瀬子の場合はなしで。マジか、いいけど。意外とでもいけるかもよ。はい、書きました。これ
上下逆さに書いた？書いたよ。一発だよ、一発。うわ、ちょっとこれもうちょっと縛りきつくしなきゃいけないかな。なんでなんでなんで、俺だけひどくない？成功右利きだよね。左手で上下逆さまで書いて。っていうかもう、だもさ、左手で逆さまで書いてよ。ちょっと待って、わかった。うわ、ちょっと丸くなったんだけど。はい。あー、いいね。お前さ、下手くそなの笑いたいだけだろう。いや、いい感じに丸くなったなと思って。まあまあ、じゃあ推しの話に戻りましょうや。はい。なんか納得いかないな。ほんでさ、瀬古、さっきさ、そのクラナドが苦手だって言ってたでしょ。もともと何が苦手だったの？あー、そうそうそう、あ、絵柄がね、ちょっと苦手だったんだわ。ザ・ギャルゲーみたいな感じで、もう初見のね、絵柄だけ見た初見の感想としては、もう絶対見ないなっていうふうに思ってたわけ。で、見始めてもその印象全然変わんなくて、ちょっとやっぱハズレだったなって思いながら見てたんだけど。失礼な話だな。いやいや、ほんと全くね。まあなんだけど、4話のラストでグッと作品に引き込まれたもん。4話っていうのは？ネタバレになるからちょっと見てない人はここ飛ばしてほしいんですけど、ある日その主人公の岡崎智也がとある女性に出会うんだけど、その人の妹、まあ、高校生なんだけど、2年前に交通事故に遭ってて、で、ずっと病院で寝たきりになってるっていうことを知るんだけど、主人公はついさっきまでその妹と学校で普通に会話してたんだよね。ここだけ聞くとちょっとゾッとするんだけど。まあ、もちろんそんなオカルトアニメじゃなくて、その妹っていうのは、実はこう、お姉ちゃんのためにずっとやりたかったことがあって、まあ、肉体的には入院中なんだけど、そのやりたいことのために学校で、まあ、ある活動をずっと続けているっていう子だったんだよね。で、まあ、主人公はその目的に協力していくんだけども、仲良くなってもみんなは結局その記憶から。ああ、ちょっと待って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 。それ以上はちょっとマジのネタバレになるからやめよう。まあ、確かに。まあ、とにかく、普通のギャルゲーアニメではなくて、こう、一人一人のストーリーがあるわけ。で、そのストーリーで本当に、こう、見せてくる。で、それでボロボロに泣かされるっていうアニメで、まあ、漏れなく俺は泣いたんだけど。そんな泣いたんだ。で、一回目、初見の時見た時はもうもちろん大泣きしたんだけど、で、こないだ、この見返した時も、ボロボロに泣いたね。ストーリー分かってるから、そこまでずっと号泣してはいないんだけど、泣く場面っていうのは結構同じで、この間見返した時にもめっちゃ泣いたところ、一期だったら14話、一ノ瀬琴美の回がね、は結構泣いたかもね。結構シリアスなんだよね。そうそうそう。まあ、でもこう学園ものならではの、まあ、甘酸っぱいシーンっていうのもあって、クラナドはね。で、一期で特に好きなのは、18話のテニスの試合のシーン。ちょっとごめん。めちゃくちゃ具体的なんだけど。あのね、この間見返した時にメモ取ってたんだわ。で、どういうシーンだったっていうの書いてあるから、ちょっと読みますけど、ともやとメインヒロインの古川なぎさっていう子がいるんだけど、その子たちとか、まあ、他の子とテニスの試合を観戦してて、テニスボールが試合中に、なぎさの足かなに当たっちゃって、ボールを当てた張本人の男のテニスプレイヤーが、なぎさに、大丈夫ですかみたいな感じで手を差し伸べようとするんだけど、その手をパシーンと、とっさにともやが叩いて、こう、ガードしたわけ。で、その一瞬の動作で、主人公の岡崎ともやの、なぎさに対する思いが、周りに伝わっちゃうわけね。いろんな女の子キャラからこう、言い寄られている主人公なんだけども、やっぱりこのメインヒロインちゃんのことが好きなんだっていうのが、こう、周りの自称ライバルみたいな女キャラたちがこう気づいてね。で、それぞれが自分なりに失恋を受け入れるんだよね。しくしく泣く子もいるし、やっぱりそうだったかみたいな感じで、ちょっと本当に自分の胸の中で受け入れるパターンみたいなのもあってさ、なんかね、そのさ、甘酸っぱさをすごい強調するように入る挿入歌がほんと最高でね。ビルは人ごみのオーバーあ、もうよく歌うね、今日。そう、もうほんとね、クラナドは音楽もいいの。いや、わかるわかる。確か瀬古さ、大学の時あなた、そのサントラを買って聞き倒してたんじゃなかったっけ？いやいやいや、そうなんだよ、そうなんだよ。キャラクターのそれぞれのなんかイメージソングみたいなやつもいいし。一番好きな曲は何なの？うわ、ちょっと待って。ちょっと待って、わかった。それは、ちょっと次の字を書いてる時に決めます。ありすぎるので。わかった。じゃあ、行こっか。はい。ね。左手だよ。どう？最初は、まあ、でも最後頑張ったんじゃない？いや、このね、無理だよ、この斜め線、まっすぐ引くの。揺れちゃう。
今この一瞬で全然好きな曲ベスト1考えてなかったけど、パッとやっぱ思い出すのはそのオープニングエンディングなんだよね。さっきの俺が歌っちゃったやつはめぐめるっていう曲で、2期のオープニングもめっちゃいい。落ちてゆく砂時計ばかり見てるよ。早送りですね。逆さまにすればまたほら始まるよ。既存の時計進む時間にいつか僕も入れるかな。なんて言うんだろう、さっきのメグメルとは全然こうテンポ感が違って、うん、なんか2期ってさ、あ、そう、ちょっとオープニングの話したんだけど、あのなんかアニメってさ、オープニング変わると、あ、やっぱりなんか1期の方が良かったなみたいな感じになりがちなんだけど、うんうんうん、もうね、クラウドはね本当にちゃんとそのなんて言うの、こう2期は2期の良さをしっかり味わわせてくれるっていうか、もうね、ほんとね、優劣つけるつもりはないんだけど、あ、こちらの曲も素晴らしいでございますねっていう感じで。で、エンディングが、まあ、今日書いてる団子大家族っていう作中にも出てくる曲で、そうだね、もう、ほんとに、ほんとにいい曲なの。めっちゃ好きな曲よ。曲の話してたら一生終わらない。あ、あとあれ、あのね、手のひらがなんとかっていう曲。ちゃんと言おうよ。違う、もうね、あ、適当に言ってね、間違ってたら失礼だから、濁したぐらいがちょうどいいわけよ。どうせ今出してくれてるでしょ、字幕ちゃんと。あれもいいし、本当にいい曲が多いので、もうぜひ皆さんサントラ買えばいいと思います。結局どれが一番好きなんだよ。いや、だから一番とかね、そういう話じゃないから。もうそういう一番とかを決めさせようとしてる時点で君が愚か。愚かか。まあ、失礼しました。まあ、確かにね。もう、どれも愛すべき曲だから、まあ、優劣つけろとか、1位を決めろっていうのは、まあ、愚問だったね。そうだよ。お前が悪いんだから。はい、次行きます。はい、行きましょう。団子の5。ちょっと待って、これどういう向きになるの？じゃん。はい、間違えました。こっち向きじゃないじゃん。書き直していい？ダメだよ。ダメなの？セコはもう一発書きで言ってください。これ練習だね。よくね？ダメ。厳しいな。ちょっと台も言っとく？そうだね。払いがむずそうだな。こう来て、あー、ちょっとダメだな。あー、微妙。どう？右払いが足りないね。いやいや、めちゃくちゃむずいからね。お前笑ってるけどさ。いや、でもセコだから君は綺麗に書けなきゃダメなわけよ。いや、あのね、このアニメってね、本当にね、すごいのよ。岡崎に対する思い入れがもうでかすぎて、俺は。ていうか、多分俺がちゃんと中村雄一を意識したのが本当にクラノドが初めての作品だった。ね、ちょっとごめん、さっきからお前さ、クラノド言えてなくない？クラノドって言ってない？ね、そこ触れなくてよくない？俺言えてないなって思ってたけどさ、言い直すとさ、編集が多分大変だからさ、ちょっともうそれで流してんだからさ、ほっといてよ。クラノドね。クラノド。いや、ほんで、そう、このアニメは岡崎なの。わかる？ん？ちょっと待って、このアニメは岡崎でいいのか、ほんとに。いやいや、もういいんだわ。ほんと？オーバーに聞こえるかもしれないけれども、岡崎珠也がクラナドを人生にしたんだよ。熱いですね。いや、もう本当に岡崎が好きすぎてさ、この作品は一期から本当岡崎の物語なんだよ。父親とね、もともと不仲で、何に対してもこう本気になれなくて、で、自分のことも大切にできない、それが岡崎珠也くんなんだけど、まだ見てなくてネタバレが嫌な人はちょっとこっから先飛ばしてくださいね。二期で岡崎が社会人になるところを描いているっていうところが、まあ、この作品を好きな理由の一つなんだけど、こう、まあ、社会に出るとさ、自分だけじゃこうどうしようもできないこととか、こう理不尽とか、まあ、それに伴うやり場のない怒りとか、そういうのを誇張しすぎず、でもなんか控えすぎず、等身大で描いてる感じがするというか。でも、まあ、それを変えてくれるのが、まあ、渚っていうね、まあ、メインヒロインちゃんなんですけど、ちょっとネタバレなんですけど、父親がね、逮捕されるところがあるんですよ。でもそのせいで、こう、岡崎が、せっかく自分の手で勝ち取った、こう、就職がパーになっちゃうんですね。で、もう自分の人生をせっかく始めようと思ってるのに、台無しにされると。で、もう自暴自棄になっちゃって、ブロック塀とかを、バーンってこう素手で殴って、もう手血だらけになって、で、なぎさがそれを止めにかかってくれるんだけど、どうしようもねえなってなってるところに、岡崎がポツンと、
渚結婚しようって言うんですね。もうポロッと出ちゃったプロポーズなんですけど、でも渚はもう快諾なんですよ。すぐ返事するので、聞いといた岡崎がいいのか、こんな情けないみたいな風に言って、でもずっとそばにいてくれるかって言うんですね。岡崎が自分がダメなことはもうすごい分かってるけど、でもどうにかちゃんとしたいみたいなところがあって、でこんなダメな自分にこうやっと守りたいものができたっていう、こう岡崎の心の安息と幸せっていうのがすごい、もうね、もう最高に描かれてるんですよ、そのシーンね。その後にも岡崎は娘の牛尾ちゃんっていうのが誕生して、その時にもこう最上の幸せを味わうんですけども、まあなんかそれと同時にみたいなところもあって、ここからちょっとまあ絶望みたいなところが描かれていくんですけど、そのクラナドはその幸福と同じか、まああるいはそれ以上の絶望も描いているところがすごいアニメで、岡崎は2期の途中で廃人みたいに自分の身辺のことがすごいどうでもよくなって、もうただ命を浪費しているみたいな状態、それくらいの廃人になっちゃうんですけど岡崎が。でその自分が仕事でしんどい時に、ちょっと俺味覚障害みたいななりかけたみたいな感じだったんですけど、そのご飯の味がしないとか、働いててもなんかちょっと麻痺してくる、いろんなところが麻痺してくるみたいなところがすごいあって、もう自分もすごいしんどかった時期なんですけど、で昔クラナドのなんかそういうシーンあったなーと思って、なんとなく休日にクラナドの2期をね見たんですよ、社会人になってから。でも岡崎がその人生のどん底に落ちる場面っていうところは、本当に岡崎と自分を重ねて見てて、なんかその時すごい気持ちが楽になったんだよね。人から見たら、まあ、たかがアニメくらいでって思うかもしれないんだけど、見る側の心境とか立場の変化でこんなに見え方が変わる作品に出会ったことがなかったから、すんごい衝撃的だったし、何回見ても何年経っても大好きな作品だなってのはすごい思うね。だからクラナドは人生ですね。それとベンザカバー。いや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 、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。あのさあ、本当に真面目な話をぶち壊すな。いやつい、どっかで入れたいと思ったわけ。いや、言うんだったらもっとね、シャキッと言ってよ。それとベンザカバーって言ってよ。それとベンザカバーってなんかさ、半べそで言わないでくれる？それとベンザカバーっていうのはあれです。篠原くんが言うセリフなんですけど。あの、岡崎の親友の。超有名なセリフなので、その回だけでも見てやってください。もう本当笑うんで。家族の会行っていいですか？行きますか。いやでも俺うまいと思うんだけど。これうまいかな。いやうまいでしょ。向きとか合ってるしさ、傾きとかも合ってるけど。でこれ2回書いちゃダメなんだよね。ダメです。厳しいな。あのいや篠原でね思い出したんだけど、クラナドってさ声優さんがすごい。なんかね、キャラクターが好きになるにつれて声も大好きになってちゃって、でいろんな人の名前を調べた。で渚のパパがあの沖合さん、亮太郎さんです。落ち着くよねあの声。大好きなんだけど。かっこいいしね沖合さんって。あれねヌーベイなんだね。ヌーベイの先生大好きだったからさ、そのヌーベイの奥さん、違う、だから渚のパパの奥さん、渚のお母さんね、が井上菊子さん。ヌーベイの奥さん、それ雪目だわ。井上さんって言ったら私ランマ2分の1のあの天童かすみしか出てこないんだけど、なんか近年ね、もうお母さん役みたいな、もうお姉さまみたいな感じが多いけど、まあ、ヒロインの役も結構いっぱいいるんですけど、まあ、中でも好きなのがあの桑島宝子さんね。桑島さんの声ほんと好きで、もうなんだろうね、あの凛とした感じ、本当にね素敵なアニメに出会えたなって思います。別にさ声優さん詳しくないけど、こんなにアニメってなんかとっくにすごいものになってたんだなと思って、数ある娯楽の中からこれを手に取って、でそこにこんなに素晴らしい声優さんたちが携わってるんだなっていう、その世界を知れたっていうだけでもう本当にもう幸せって思いますね。本当なんかね、俺ね好きなんだすごいクラナドが。あのさ、正直さ、ちょっと今回テーマに選んでね、いやでも10年経ってるしなと思って、そんな喋れんのかなって思ってたわけよ俺も。
全然喋れる。なんかもう一個一個にさ思い入れがありすぎてさ、いやーもうなんかすごいわ。ちょっともう全然字がふにゃふにゃで書けないわ。こうか。なんか多くない？あーちょっと待って、なんか右側すごいことになってる。大丈夫これ？一本多いね。はい、というわけで団子大家族ね、全部書けたのでおさらいいきたいと思います。はい、じゃあいきます。ちょっと本気で書いてよ。こんなふにゃふにゃな字許さんぞ。最後にだって練習させてくれないじゃん。全部一回しか書かせてくれないし。いきますよ。はい。すごい絶妙に汚いんだけど。いやいや頑張ったって。まあ、俗は治ったし、あでもなんか初めてこの左手逆さま文字に臨んだとしては、臨んだにしてはかなり上出来だと思わない？いやいいですね、ポジティブで。というわけで、今日はクラマドについて初のセルフゲスト形式でおしゃべりしてみましたけど、いかがでしたか？いや、あのね、意外と喋れる。まあ、基本俺がずっと喋ってるって感じになるんだけど、まあでも、当たり前だけどさ、まあ、俺が喋ってる間って、お前が干渉してこないじゃん？話を遮られることが絶対ないから、すごいスルスル喋れるなっていうか、逆にこう止めてくれる人がいないと永久に喋り続けちゃうから、ちょっとやばいなっていう気はしたけど、まあ、聞き上手でしたね。すげえ上から目線だな。まあ楽しんでもらえたら何よりです。あとこれ編集がどうなるか分かんないんだけどさ、これは編集楽なの大変なの？いや分かんない。これ今ね、恐ろしいことにね、57分喋っちゃってて。マジで？普段喋ってるゲスト回と変わらないから、編集量的には結構大変か。意味ねえじゃん。これさ、一人二役にするからさ、ちょっと時間短縮できるんじゃないのってお前言ってなかった？いや、そういう予定だったんだけど、まあ、でも、瀬古が台本無視して喋るからな。それは悪いと思ってる。もうちょっと、お互いね。お互いちょっと考えましょう。そうだね。はい、というわけで、今日は、クラナドについて喋れました。また来てね。バイバーイ。バイバーイ、バイバイ、バイバーイ。瀬古です。まあ、実は今日、クラナドの話を選んだのには、冒頭で話した以外に理由がありまして、アニメ版のクラナドを制作していたのは京都アニメーションっていうところなんですけども、2021年7月18日をもちまして、まあ、あの日からちょうど2年経つということで、京アニ作品について喋ろうという企画を立てました。まあ、去年はチャコが軽音の動画を出してたので、今年は何か別の作品でって思っていまして、まあ、ずっと好きな作品だし、まあ、自分の人生を語る上で欠かせない作品だから、まあ、いつか話したいなと思っておりました。まあ、本当はもっとね、一話一話喋れたらいいなっていうくらいだったんですけど、ちょっと時間の都合で無理だったので、まあ、なんかこう全体的にクラナドはいいぞっていう話をねさせていただきました。はい、またなんか来年もこの時期になったら京アニのね作品の話できたらいいなと思います。というわけで今回の動画は以上です。ありがとうございました。バイバーイ。